こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はこちらの朝のりさんのフィールフリーアーンという手メめ糸だけを使ってサマーセーターを見たいと思います。えっと、3月31日にニットスカートが出来上がって、でまた大物をやってみたいなって思って、もうその日の夜にキャストオンしてみました。最初140目でしてたんですけど、えー 最初からメディアさん見してたらこうクルーンとなっちゃってこれだとセータークルーンとなっちゃうセーターになっちゃうなと思ってこれもニットスカートを編んだんですがこのままクル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 ってなりそうな気がしたのでほどいて142目にしてえっとマルティラさんの作り目でしてでもねちょっと穴っぽいのでもしかしたらゴム編みの作り目ができるようになったらもっといいのかなとも思います3号の和割りです クロバーさんの匠 S というので、15層編むとこんな感じでウェアーにはちょうどいい感じです。靴下にはちょっと適さないかもしれませんが、ウェアーにはちょうどいいと思います。で、142目にしたのは、えー、ベストを編んだ時に136目で,で、その時は輪で編んだので、えー、ここを後で閉じはぎする分、えー、140目にしました。で、あと2プラスしたのは、 ここを表表で始まって、表表で終わりたかったので、2目分増やしました。でそこを閉じれば、もう1個、例えばこれが裏、あ後ろ身ごろだったとしたら、こうすれば、ちょうど1つのゴム編みに見えるんじゃないかなとは思っています。で、今回の計画は、これが確か、何グラムだったっけえ六、ー、66グラムだったので、これで編める分、 えっと、142目、mm、でだーっと編んでいきます。で、えっ、ー、と、後ろはこの茶色い方、あ、茶色い、茶色いのと白いのがあるんですね。わかるかなこっちからこっちが茶色い糸で、こっからこっちが白っぽい糸だったんですね。なので、茶色で後ろを編んで、あ、どうしようかな。白で後ろ身ごろを編もうと思います。これは 100g くらいあると思うので、えっ、ー、と、 こっちの後ろ身頃の方がちょっと長くなると思います。これね、映るかな白にね、赤とか、とね、青とか。あ、これはただの毛玉ですが、なんか赤とか青とかが入っています。朝さのりさん。えっ、ー、と、編み物 YouTuber の朝さのりさんで検索してみてください。小文字で a s a n o r あ、i です。で、えっ、ー、と、 今度はこっちの茶色のところで、茶色の部分で、えっ、ー、と、袖を編んで、袖の端っこに、この紫を編んでみようかななんて思っています。ちょっとこれだけ違うかな。もし違ったら、乗せるのはやめようかなとは思います。四角を2枚編んで、あ、まあ、1枚これを編んで、続きで、後ろ身頃を編んで、で、閉じて、で、 腕のところを左右同時編みでこれで編める分編んでもしあれだったらここカフみたいにこんな感じで編みたいなと思っていますでえー、っと前回スカートは 90, 90日ぐらいかかったのでこれもまあ夏ぐらいまでに着たいので五月六月あ違う4月5月五月の31日までに編みたいなと思います前回は1日4段って決めてて 8mm くらいを続けて、まあ、7 5センチでだいたい90日ぐらいかかったんですが今回は幅も少ないしまあ往みだからメリアス編みより今みたいにこう裏編みをしたりして時間がかかると思いますが、えー、何段って決めるんじゃなくって夜お風呂に入って上がってからお布団の中でずっと編むものという感じで。 楽しんでいきたいと思います。眠れない時はいっぱい編むし、眠くなったらもう一段でも途中でも寝てしまうという風にして、ここまでしなきゃって決めずにやってみようかなと思います。これ2日でね、ここまで進んだので結構進んでると思います。あ、それからですね、この黄色い糸はバイオソックっていう糸で、えー、バイオデレデグレーダブルナイロン。 15%スーパーウォッシュエクストラファインメリノ <laughs> すごいねスーパーウォッシュエクストラファインメリノ19.5ミクロンのが85%で、えー、とすごく柔らかくって触り心地は麺みたいな感じです <laughs> この色で麺っていうとラーメンみたいですよね1 <laughs> 回ほどいてるしねいやでもそんな感じで、えー、と全然チクチクしなくって いいですでこのバイオソックっていうのはえ,ー、と,土にえるという素材だそうですそれだっていうのというよりももうチクチクしないのが一番いいなと思ってセーター直であの切れるんじゃないかなと思います、えー、こっちを前身ごろにしようと思いますという感じでまた今日もお風呂上がりに。 これを編んでいきたいと思います。何段くらいだろう？2。3センチに白やとあ10段だ。1段2。目が細編みをして、その後お深みでメリヤス編みをしています。えっ、ー、と一番端っこは滑り目をせずに編んでいます。滑り目すると2段に1個の1目になっちゃうしで、そこを閉じるとビヨーンって伸びる気がするので。 とまあ、私はいつも端っこをね滑り目せずに編んでいます。ということでまあ時々こう取りながらまた何日の対策みたいな感じで仕上げたいと思います。編み始めて13日目です。えー、っとでもう残りこれくらいしかないんですが長さが。 2 8ンチしかないのでセンチしかないのでさすがにこれで前身ごろは難しいなと思ったのでちょっとここで路線変更このまんま3号針にこうつけたまんまにしておいてこの白でうん後ろ身ごろか前身ごろか分かんないんですけど一旦白だけで。 を編んでみたいと思いますここまでで白でここから茶色なんですけどちょっと分かりづらいですよねこの中で糸始末してるところまで編んでみようと思いますどれくらいの大きさになるかやってみようと思いますで、同じ3号針で142目で下は表表の2目ゴム編みから始めたいと思いますちょっと作り目をするところを取っておきたいと思いますこれをほどいて玉 巻きをしてもいいと思うんですけどちょっと面倒なので解きながら編んでみようかなと思います間違えましたこっちの茶色い方でした <laughs> あまり区別がつかないんですがこの茶色い方で後ろ身頃になりそうな方を編んでみたいと思いますこんな風に置いておいて結構重さがあるので軽くほどけてくれると思いますえー、っと、スリップノットを作って 通しますこれもクロバーさんの匠号で,すでそこの下から針を通して2本でこう引っ張りますでこうして1目編むみたいにして下から取りますこんな感じですフランス式でするとこうかな こんな感じですこれで142目2目ゴム編みしてまたメリやス編みの日々が始まります <laughs> こんな感じで、えー、行き当たりばったりですが作ってみたいと思います毎日お風呂を上がってからちょっと眠くなるまでしていますが今日だけ撮影のためにお風呂前に撮ってしまいましたが。 ちょっとやってみたいと思います。また何か変更があったら撮ります。1玉終わろうとしています。えっ、ー、と今日は5月1日、これを編み始めてから16日ぐらい経ちました。で、長さを縦に測ってみたら？48.5センチぐらいです。で幅は。 51センチぐらいになりました結構編めましたねで、なんか一回編んだものを編んだせいかすごくポコポコしちゃって <laughs> これ水通しして平らになるのを楽しみにしていますこっちが後ろ身頃になりますちょっと茶色っぽい色で、あっちが白で、もう一段くらいで終わりそうなんですよここピーっといってちょっとハッピースクラップ編みしたんですよねどこで終わりだっけ ここら辺で終わりだと思うので。ここだ。ここで終わりなので、えっ、ー、ともう襟のところを開けて首のところを開けてで伏せ止めをしてこう戻ってきて、次は白ぐらいになるんじゃないかなという長さです。で、ここで長さを測ってやってみようと思って。まあ、ある程度こう適当に編んだんですね。36目だったかな？ で、ここから、例をこう合わせてビーって伸ばしたんですよ、編み地を。で、私の頭は1周58センチなので、29センチあればいいかなという感じで、伸ばして29センチのところにマーカーをつけて、目数を数えました。できるだけ首の空きが少ない方が好きなので、そういう風にしてみました。ゲージで計算してもいいかもしれません。 こえー、と端からここから2 9ンチは66目だったので、えー、と66目38目38目でいこうかなと思いますでもねどっかで1目増してるみたいでちょっとえかつが合わないのですがあここかなここかなそこら辺はでもちょっとじゃあ1目多くここを編もうとかそんな感じでやっていこうと思います 首を開けるのも首のところ穴を開けるのもいつもの方法でとても簡単なのでご覧くださいあと2目編んででここから伏せ止めを始めますなんか首がツンってなるのが嫌だったらえっ、ー、といろんな伸びる伏せ止めとかをしてもいいと思うしこう2目編んで こんな風にしてもう一回編むっていう風にしてもいいと思います。でも私はそんなにこうダルンとなるのが似合わないタイプなのでこんな風にしました。もっと緩いのがいい時にはこっちを太い針とかにして緩くタルンとすると可愛いんじゃないかなと思います。裏編みの時に伏せ止めしても良かった気もするんですけど でも表編みの方がこっちの表側にこの三つ編み部分が出てきていいです。で、この、あらあ、大丈夫だ。ここのマーカーからあと2目で66目だと思うので、そこまで目数を66か確認しながら <laughs> 数えるの忘れましたね。編んでいきます。あと2つで。 66目になるので2つ進んであとは表編みをしたいと思いますここを入れて38目になっているといいと思います2白やと2白や202白や302白あ1個少なかったちょっと戻りますね かぶせて。で、これで38。ここは38。こっちも肩が38。真ん中が66という感じになっています。おお伏せ止めするとこでしたね。<laughs> で、毎晩まあ、お風呂から上がってから眠くなるまで1時間編む時もあれは編まない日もあり、そんな感じでやってきましたが、こう編んでるうちにああませたいなと。 で大物を編みたいなみたたいいなな計画がでこの夜の時間にずっとメリヤサミみたいな大物をいっぱいあれも編みたいこれも編みたいってこう考えてみたらこれが4月5月だったら6月7月次のセーターもかかるわけですよねでそんな感じでしていったらもう夏終わるじゃんみたいになっちゃったのであんまり編みたいものを厳選してこれというのを編もうかなと思っています。そして えっと、目指すのは、透けない、なんだろう、サマーセーター、でも涼しい、みたいな。なので、ちょっと目は細かいけど、3号針で編んでみようかなと思います。えっとね、6号針とかでも結構透けませんでしたよっていう方もいらっしゃったし、まあ、夏だからっていうのもいいような気がしますで。4号とか5号の針を持っていないので、自分の持っている針で楽しめる範囲のセーターをと思っています。 ここは裏編みで進んで、あちょうどいい感じですね。いやでね、どうやって糸をつなげるかっていうのを考えたんですが、できるだけ端っこまで使いたいので、いつもの糸始末しながら編むでもいいんですけど、えっ、ー、と、この間、梅村マルティナさんが腹巻き帽子でつなげてたのを、 ま、根っこしてやってみようと思います。靴下じゃないから結び目があってもそんなに気にならないと思うんですよね。こんな風に二つして、こことかにこう、固定されるわけじゃないですか。それをかぎ針でくるんくるんくるんってするだけでした。すごい簡単。<laughs> そうすれば結構糸の端っこまで、ほら、浅野りさんの毛糸を2センチぐらいしか使わなかったので、 いつもの私の糸始末だったら17センチくらい使ってるんですよね。もったいないので、そんな風にしてみようと思います。ちょっとね、色の違いがわからないくらいの茶色白だけど、まあどっちを前にして着てもいいように、まあ前身頃も後ろ身頃も同じように編んでみようかなと思います。本当はね、よく言えば、ここの真ん中にこう線を入れる。例えば真ん中だけガーター、 がたみ裏編みをしてみるとかしてやるとかなんかこう背中のとこにこう線が入ってたり胸の真ん中のとこに入ってたりするのありますよねミシンみたいなのでターってすく、うん、縫えばこうボコッとするのかななんていうのもありましたがちょっとかなわなそうなのでここで言うだけにとどめておきますこの結び目があっても気にせず表に出ても気にせず編んでいて っって言って言ましたぜひマルティナさん最近いっぱい動画が出てるのですごく楽しいです。でこの裏編みの状態でこう裏にひっくり返してこう1目編んでこれで1目目2目目みたいな感じでまた66目作ってきます。 じゃーん前身頃もここまで来ました。今日は5月17日です。ちょっと予定より遅くなっていますが、その分夜ぐっすり寝ているということだと思うので、それはそれでよしとして、えっ、ー、と、途中から2目、ゴム編みを始めました。えっ、ー、と、こっちはスカートを編んでたんですね。で、これ、この、なんだろう、幅よりも2倍くらいの長さなので、うん、これと同じくらいの幅に、 なってから編み始めてもまだ足りるなと思ったのでギリギリまで待ってで10段くらいだったと思うので今日は3段目くらいを編んでいますで今日の夜からまた2目5目編みをしたいと思います同じように表編みから見て両端を表表で始めて最後も表表142目でしたよね確かね でどこだっけかなどっかね1目増えてたみたいなのでそこは減らし目をして2目細編みをしていますで多分余ると思うんですよでその余った糸でここの脇をすくいとじかなんかこんな風なとじ方をできたらなと思います本当はねこう編んでる途中にここの端っこを拾えたらいいなって思ったんですけどなんかうまく拾う方法が思いつかなかったので。 後から縫うということにしたいと思います。さあ、太め細編みは2日間ぐらいで終わりたいな。頑張ります。前身頃も終わって、残りの糸で引き抜きはぎえっとかぎ針で引き抜きました。そしたらもう、まあ、結構引っ張っても。綺麗なんじゃないかなと思います。で着てみたら？ ここくっつける前に着てみたら横が大きめだったので、まあ、どういう剥ぎ方をしてもそんなにピーってならないだろうなとは思ったんですが引き抜きはげをしてみました <laughs> すごい編み地なんですけど洗ったら平らになってくれるのかこういうニュアンスで終わるのかちょっと楽しみにしていますえっ、ー、と前の方の毛糸の方がちょびっとうん 4センチくらいか短くいったんですがそれでもここを一緒にして同じ長さで同じところからスタートしたんですね。そして後ろの方をこうちょっと前にすることによって背中の方がなんか人って大きい後ろ身頃の方が大きいので、うん、ちょっとこう首がこう楽になる打ってこないような感じにしました。でちょっっとやっぱり 首が大きいかもしれないので着てみて広がってるなと思ったら、えっと、まだちょっと残ってるので、それでここを縫っておこうかなと思います。そんな感じで少し大きめにした方が後で調整効くかなと思います。それでですね。 じゃーん。<laughs> 肩のところをもう編んでしまいました。昨日の夜1時間ぐらいでここまで進みました。何かわかりますかえっ、ー、と、ここまっすぐにこうつけようと思ってたんですけど、ロンティーとかってこう畳む前に斜めにこう袖がくるよなと思って、まあ、っすぐでもニット編んだ生地だったらこう伸びてくれるから大丈夫なんですけど、それでもちょっと憧れがあったから、本当はこうね、 やってみようかなと思って思いついてわわっとやってみました楽しかったえー、とここを拾って引き返し編みをしていましたそこだけなんかいつものセーターと違うのでちょっと説明してみようかなと思いますえっ、ー、と使っているのは朝のりさんのフィールフリーアン全部そうなんですけれどこれはバイオソックスといって柔らかい素材のものですここ黄色。 でやってきましたで。袖は左右同時編みをしたいのでまずここまで引き返し編みを1本の3号針でしてもう1本同じのを持ってるのでそこまでもう1個でしてで後で1個にしようかなと思います。まず拾い方なのですがここは18センチ残しました。私の腕周りこう腕の付け根 肩のところね、が36センチだったので、ぴったしにしました。余裕がない感じで。どうせこうね、ニット素材だから伸びるので。で、えっ、ー、と、そのまんまいきたいと。で、18センチで、えっ、ー、と、2.6目なんですよね、1センチ。えっ、ー、と、10センチ26目なので、ゲージを取ると。なので、まあ、四十計算したら46だったけど、45にしたんですね。で、ここ、こう3つにこう折って、折り紙みたいに3つに。 これってね、日本人だけができる技らしいですよね。だいたい3等分するっていうね。そこに、この、あの、マーカーをまずつけますで。片面45目にしたので、3分の1だったら、もうちょっとちゃんとしますね。ちゃんとつけますね。3分の1だったら15目と。で、ここを数えたら確か22目だったから、えっと、 3分の1いらないなと思ったので2目拾って1目落とすみたいな感じで拾っていましたここにもねちょっとマーカーをつけてで、えっとここをえ引き返すみのところのここがね一番端っこがちょっと乱れてるのでそこの下一番一段内側のところのこの 三つ編みみたいな部位の中にこう針を入れて1目拾ってこう編んで次をもう拾って12って編んだらそこを飛ばして次3みたいな感じでここの間が15目になるようにして数えながらこう来ました。で、例えば、あここだけなんか、 足りないなと思ったらちょっと戻って15になるように調整して本当に適当ですがそんな風にして45目拾って45目拾いました肩からスタートしましたなぜかというとこっちの方のえっ、ー、と内側からこう段々広がっていくこんな形の袖にしたかったからですなので肩から45目45目拾っていきたいと思います こんな風に端っこにつけてから3等分してその角っこのところにマーカーをつけました。ここが端っこです。で、毛糸を内側から出してきて、新しい針で、まずこの端っこはね、このマーカーをつけたところに拾います。で 1>, 1本拾うと弱いと思うのでこの端っこのところ部位になっているところを拾う感じにしますでいつもの感じで4センチくらい残して輪にして1目編みますこの時にこう編み地をねこうぐっと引っ張ってあげると編みやすいんじゃないかなと思います結構緩めに編んでも大丈夫なのでね入れたとこがどこかちょっと分かんなくなるのでどこに入れたかなってよく見てその隣に 刺してでちょっと糸始末をしちゃいます。でもう二目拾ったので一個ここを飛ばして三目目のくるっとね内側に回っていってるのでこ二本とにかく取るようにしていました。こう触った時にこう硬いなってなってると大丈夫だと思います。 うまく取れてないかもしれません。こうだな。ビヨって伸びたらオッケー。3で数えながら3。4。1。飛ばして5。5。6。という感じで、次のマーカーまでに15になるようにしています。15目拾ったら。マーカーをここにまた置いて。 で,でそこから15目拾うようにすると戻って何目だったかなって忘れちゃっても大丈夫なのでそんな風にしていました肩のところ1周90目こう拾って1段メリヤサミをしてまた戻ってきましたでその時にちょっとこんな感じになるようにマジックループをし直しました最初こうしてたんですけどこんな風にでここをこう引き返しするので ここにマジックループがあると何回も操作しなきゃいけないので前半はねこんな風にして楽をしていますで90目なのでえっ、ー、と3目ずつの、えー、ダブル目をしてみましたラップターンでもできそうな気がしますが 90÷3 が割り切れるので,でこんな感じになったのでもっとこう進みたかったら2目とか1目飛びとかでこう引き返し編みをするとこっちにこう出てくるんだと思います それではちらっとこちらも引き返し編みの様子をとっておきますまずマーカーが肩の上の部分でしたで1目編んでいますあと2目編んで全部で3目編んだらひっくり返して糸を手前にしてまんま滑り目をして糸を引っ張りますで針と針の間から糸を手前に持ってきて裏編みをしますで。 マーカーからもう取ってもいいんですが3目123でひっくり返して糸を手前に持ってきて滑り目裏編みみたいに針を入れて滑り目横に引っ張ってダブル目を作ってまたさっきのダブル目のところまで表編みしていきます。こここここののダブル目のところを下かかららう外してここから3数えます1 2、3、でひっくり返してというのを繰り返してやっています。こんな感じで一周になるまでずっとやっていくとこの斜めの袖ができてでここからは左右同時編みで毛糸がなくなるまで編んでいこうと思います。とこっちの方をすぼめていくと 減らし目していくといいのかなとも思うんですが今回はそのまんまいきたいと思います。この柔らかさに任せてまままっすすぐ編んでしまおうと思います袖の同時編みをしていましたが肘すぎくらいでなくなったので、まあ、最後まで使い切って今度はこの紫の登場です。 者猫さんのトングソックスを去年編ませていただいた時にえっ、ー、と朝のりさんに染めていただいた「かげ丸」という <laughs> かっこいい毛糸です紫に今夜ちょっと黒っぽい感じので締めたいと思いますね黄色に紫なんかすごいかっこいい感じですでこの毛糸を半分にして黄色い毛糸の半分のところでハサミで切ってで手1個くらい 17センチくらい残したところで、えっと、毛糸を入れて、これも残り全部使い切りたいなと思います。影丸にして、ちょっと編んだらもう残りが4グラムなので、えっと、ここから減らし目をして、2目細編みの、と、手首の、手首にしたいと思います。 今、片面が45目で1周90目なのですが、32目に減らしていきたいと思います。えー、っと、4の倍数。2目細編みをしたいので、4の倍数ということでいきたいと思います。でね、この肩のところを合わせてといっても、今2つ同時編みでくっついちゃってるからあれなんですけど、この首のところをこう合わせて真ん中、 を自分の首にこう中央に合わせてこの腕がどれくらいの長さかっていうのを検討をつけたんですね。で肘がこう過ぎたところだったのでそこの長さを測ったらえっ、ー、と27センチでした。27センチなので、えっと一周64目で32目片片面32目という風にしました。でえっ、ー、と13目っていう微妙に減らさなきゃならないんですがえっ、ー、と1目編んで 2目一度をして32になったら減らし目をやめるみたいな感じにしていこうかなと思いますで次の段で2目ごま編みをしていきますセーター完成しましたついに完成しましたえっ、ー、と袖口のところはこんな風にキュッとすぼまってて10段ぐあ8段ぐらいだったかな8段ぐらい編んで 伸びる伏せ止めをしました。でえっ、ー、と、残りがこれくらいでした。使い切りました。後の毛糸は。ちょっと白が残ってるので、ここをね、もうちょっと短くしたい時に使おうかなと思っています。すごい柔らかくって、で、あまりポコポコしてたので、水通ししたらちゃんとまっすぐになりました。で着てみての感想をね、ちょっと っと横幅が大きかったかたなもう少し短くすればもっと長く作れたかなと思いますが、えー、と3号針で編んで全然こう透けないし、えー、と夏とかもかゆくないのでさらっと1枚で切れたらいいななんて思っていますちょっと残った毛糸でここにポッケとか作るのもいいかななんて思っています でこのバイオソックスのところが特に柔らかくって、えー、と直接着ても全然大丈夫だと思います。でなんかこの間朝のりさんからコメントをいただいてこのね朝のりさんねフィールフリーやんというのを作ってらっしゃるいます。で YouTube ももちろんされてるんですが、えー、とこの毛糸を染めてくださったのは1万人の記念私の チャンネル登録者が1万人の時の記念だったので、去年の6月4日だった,だったんですね。その時の毛糸をめでてくださって嬉しいですって言って、あ、私1年もかかって使い切ったのねと思ったので <laughs>、ちょっと懐かしかったです。なんか黄色が好きなので黄色に染めてくださいって言ってお願いしたものでした。でその あと忍者猫さんの「忍び」っていうソックスを編んだ時に頂い,いたこの紫をいただいてでこの白と茶色茶色っぽいものは他の方から頂い,いたものということで全部浅成さんのフィールフリー編んで作りましたえっ、ー、となんかパーツごとに分かれてて分かりやすいというか という生体になったかと思いますし私の体型によくあったこう四角いね <laughs> この絵ン掛けのような方もね合ってたかなと思います次編むとしたらそうですねこの身幅を少し狭めて編んでみようかなと思ったしえっ、ー、と中細のフ4プライの毛糸でえ3五針で編むとこれくらいでまあ2ヶ月ぐらいかかるまあ毎日ね ちょっとずつやったので2ヶ月ぐらいかかるんだなっていうのを覚えておいてまた次の大物の時に使いたいなと思います。ということで今日は朝のりさんのフィールフリーアーンで編む2ヶ月かけて作ったサマーセーターでしたやり遂げた <laughs> これからいっぱい着たいと思いますこんな感じです。 ちょうどいい秋具合だったのかなと思います。すごい直接着ても全然痒くないです。イエーイ <laughs>。最後までご覧くださり、どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。